パワードバイタムラビルズ。パワードバイタムラビルズ。マスタエリナ LFB レディオ。LFB レディオ。ライフ応援委員会。皆様こんにちは、マスタエリナです。田村芳之です。アシスタントの岡野裕太です。パワードバイタムラビルズ。マスタエリナ LFB レディオ。ライフ応援委員会。この番組は毎回住宅からファッション、SDGs などライフに関わるゲストを迎え、タムラビルズが展開するライフファンボックス、人生を応援する住宅のようにリスナーの素敵なライフを応援する番組です。タムラさん、岡野さん、よろしくお願いいたします。お願いします。そして今週のゲストは先週に続き山口県立大学学長の田中真紀子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。田中真紀子さんは山口大学医療技術短期大学部看護学科を卒業後、4年間の臨床経験を経て看護学校の教員に、そして1996年から山口県立大学看護学部に着任し、老年看護をテーマにした教育と研究に従事しました。その後、看護栄養学部長や地域共生センター所長、副学長などを経て2022年に学長に就任されました。マスタエリナ LFB レディオライフ応援委員会、この後田中学長とともに地域の未来の作り方を考えていきたいと思います。オールリビング、田村ビルズグループの提供でお送りします。パワードバイ田村ビルズ。マスタエリナ LFB レディオライフ応援委員会。今週のゲストは先週に続き山口県立大学学長の田中真紀子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先週はね、田中さんがどうやってこの看護の道に進んだのか、そしてそこからどうやって学長になられたのかなんていうお話をお聞きしたんですけれども、今週はさらに地域と学校、企業が交流する社会の作り方についてもお話ししたいと思いますので、田村さん、岡野さんもぜひご意見をお聞かせください。さあ、改めて田中さんの専門分野は老年看護ということなんですけれども、介護の現場とか社会というのは、本当にいろんな問題が、あると思うんですけれども、今見ていてどんなふうに考えていらっしゃいますか？山口県は全国トップクラスの高齢化率を、誇ってるというか高齢化率なんですね、はい、なので山口県の介護とか医療のあり方が全国の模範になるようなところにあるかと思うんですね。なので時代を先取りする、あるいはみんなが幸せになるような医療、在宅ケアのあり方を考える必要があるなと思ってます。このみんなが幸せにっていうのはね、すごく大事ですよね。で、私が注目しているのは、やっぱり看護現場っていうところの経験があるからなんですが、寝たきりの問題なんですね、寝たきりとか、場合によっては欧米とかでは寝かせきりだと、動かさない方が悪いんだみたいな言われ方をするんですが、その寝たきりで何が起こるかっていうところで、一つは床ずれという傷ができてしまうんですね。その傷ができると、その傷を治すためのお世話をしないといけないんですが、寝たままでいると重力から受ける影響がなくなるから、筋肉が痩せ細って、で体の各部位を動かさないから関節が拘縮するって固まっていくんですね。そうするとますます自分で体の向きを変えることもできない、動くこともできないなんていうことで、お布団に寝たっきりでテレビを見るか天井を見るかっていう生活になる、そんな状況の悪循環になります。で、そうなるとお世話する側の労力とか関わりが増して、本当に介護疲れみたいなことも起こってくるんですね、なのでそういう悪循環を変えるために、こう寝ているっていうか病んでいるご本人も、自分のことは自分がでできるように、動けるんだったら動くように、で動かす側の方、お世話する側の方も最小労力で最大効果が生まれるように、ウィンウィンの関係が成り立つようなケアはないかなって考えてます。で、その一つにですね、一番端的な方法として言えるのが、体の向きを変えるっていうケアがあるんですね。で、体の向きを変えないと同じところが圧迫を受けて押され続けて、押されるってことは血管が潰れます。で、血管が潰れると、ウルトラマンの3分間カラータイマーではないんですけど、
血液と栄養が運ばれなくなるので、まあ、皮膚が腐る、傷になるっていう現象になるんですね。なので同じところが押され続けない、圧迫されなければいいっていうことで、体の向きを変えるっていうことが重要っていうことが言われています。でもちっちゃなおばあちゃまが大きなおじいちゃまを動かすときに、やっぱりよっこらしょとか労力がいるなんですね。でもそれは真上に、ね、天井を見るように寝ておられる方をよっこらしょっと横向きにするとか、大きく体を動かすから労力もいるし、夜寝てておじいちゃんおじいちゃん体の向き変えるよっていうことで横に向かされる、寒い時にお布団剥がされて横に向く、せっかく寝てたのに起きるみたいなことで、休んでおられる方にも安静ということが保たれなくなります。そこで考えたのが、寝ておられてもお布団の下から例えばバスタオルを畳んで入れる、それだけで勾配がつきますよね。で、勾配がつくとやっぱり押される部分が変わってきますし、血液の流れが変わってきます。その押される部分を変えるだけでいいので、勾配をつける、でお布団の下からタオルをちょっと入れる、で時間来たらそのタオルを抜いてまた違うところに差し込む、そのローテーションをするだけで、実はそういう傷が作られにくくなるとか、介護する側もその抜き差しだけでいいので非常に簡単に済みますよね。そういう大変感、まあ、体の向きを変えるのでも十分なんですよっていうことを言うんですけど、なかなかやっぱりしっかり時間をかけて労力を使ってお世話をするっていうのが当たり前になってるので、それは手抜きで効果のないことじゃないかみたいな、そんなふうな評価をいただくことがあるんですね。実際にそれはすごく簡単なことに感じるんですけど、効果としてはどうなんですか？やっぱりしっかり変えた方がいいにはいいみたいなことなんですか？そうですね、しっかり変えられることはもちろんいいんですけども、うん、それがこうなかなか毎日何回もっていうのが難しくなるので、うん、大きく変えるのを1日に何回か、うん、その間をその、まあ、私は関節法っていうふうに言ってるんですけども、うん、お布団の下にというところでカバーされるとバランスもいいですし、でそれって生理学的にもすごく根拠があって、例えば皆さんあの足の裏にご飯粒か何かがついてたら、うん、どうですか、なんか足の裏にくっついてるぞって感じません、うんうん、ちょっと違和感があります、ありますよね。なんか人間の感覚とか反射っていうのはすごい優れていてて、そういう刺激があると自分で、あちょっとおかしいからあの取ろうとか変えようとする。だから体がちょっと傾くだけで、傾いた側の方の浮いた側の方をちょっと抑え込んで、もうバランスよくまっすぐになろうとする力を引き出すことができるので、寝ているご本人も寝たままではなくて、あちょっとおかしくなったから右に傾こうとか、あ左が上がったからちょっと左を元に戻そうとか、動ける力、動かそうとする力を引き出すことができるんですね。で労力の方もいらないので、まあ、ウィンウィンということで、生理学的にも実はあの意味があるケアなんですよということを提唱しているということですね。なんか大変なことを一日何回かやるよりも、こういう簡単なことを多めにやるみたいなことでもいいんですかね？そうですね、うん、あのどうしても日本の文化なのか、うん、あのしっかり手間暇かけて、うん、あのじっくりじっくり関わるっていうことが良しとされていて、そんな手抜きのことじゃ困るでしょうってみたいなね評価があったりとか、あるいはこうご家族とかでもこうこんなこと言っちゃ怒られるのかもわからないんですけど、介護は長男の嫁とかですね、そういう慣習があるので、ある一人の人に責任をこう任せるというか責任を負ってもらう、そうするとおじいちゃんがこんなになったのあなたのせいでしょうみたいになると、介護してる人もすごく辛くなるしやりきれないですよね。で介護って24時間365日の最大5年続くと言われてます。だからその5年間をメンタルも維持しながら労力も維持しながらたった一人の人がするなんてとても無理なんですね。なのでみんなが手抜きしながら、でも相手にとっては何の害もなければ楽しく介護ができる、あるいはどんな長期戦になってもみんなが簡単なケアで関われる、そういった世界を目指すことが大事なんじゃないかなって思ってます。パワードバイタムラビルズ、パワードバイタムラビルズ、マスタエリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。
実際こう手抜きをしたらどうこうっていうのは外野であって、あの介護されてる側も大変な思いをしながら介護している姿を見たら申し訳なくなっちゃったりとか。そうなんですよ ね、 なんかちょっとでも楽をしてほしいって思うだろうし、介護する側もちょっとでも楽にしたいって思っていて、すごいなんか第三者の勝手な意見なのかなって、ね、思ったりするので、やっぱりそこは負担が軽くてもいいんだよってことを本人たちも知ってほしいし、周りも知ってほしいですよね。なんかね、それでやっぱりあのお世話される側もやっぱり申し訳ない気分っていうのがやっぱりあるみたいなんですよね。なので家族に迷惑はかけられないとかね、いうことはよくおっしゃいます。なのででも病気っていうのは なりたくってなってる人はいないわけですよね。その状態にどうしても甘んじてそうなってしまってるわけで、そうした時に病気になってるご本人にも負担ができるなく少なく、介護してる側は大丈夫よ、これなら続けていけるからねっていう、そういうハーモニーの中でお世話していかないと、これだけ高齢者が増えて、あの地域在宅って言って医療機関で見る期間っていうのはどんどん短縮している、今医療政策が進んでますので、みんなが辛い思いをする社会はダメだと思うんですね。でもできることならやっぱり寝たきりになる前に何か予防できることはないのかなとか。そうです ねっていうのもあるんですけど、今一つ私がやってるのはフマネット運動っていう運動があるんですけど、はい、フマネット、はい、あの50センチのこう四方のマスが、6マス ×8 マスなるのかな、そのマスをこう踏み越すっていうか、足に引っかからないように踏み越すっていう運動で、このマス行って次そのマス行ってってい こうメニューがあるんですけども、その音楽に合わせてリズムに合わせてそれをこう踏み越していくっていうあの運動なんです。でそれを何人、まあ、10人とか20人ぐらいのグループでするんですけども、できなかったらダメでしょ、それ間違ってるでしょ、できてないでしょってことは一切言わず、とにかく面白くおかしく、あーそれやったやった、私もそこ引っかかったとかって言いながら歩いて行ける距離のところにチームを作ってやりましょうっていう運動なんです。でその運動は簡単なように思って皆さんやってもらうと案外難しいなと思うんですけど、リズムに合わせる、引っ掛けないように歩く、でそして難度が上がってくると人と交差するとかって言って、ただ踏み越して歩くっていう運動なんですけど、いくつもの課題があるんです。リズム、あの引っ掛けないように歩く、でここではポンと打つって、その多重課題っていうのが脳を活性化させるっていうことで、認知症予防とか、あとそこで、お話しするとか笑うっていうのはコミュニケーションだったり気分を変えたりっていうことで、元気な高齢者を作るための方法としてフマネット運動っていうのがあるので、それをですね各地域地域、あとは各こうグループでやってくださいっていうことで今おすすめしてます。それ何歳ぐらいの方たちがやられているんですか。ですね、60歳とか70歳とかですけれども、私たち50代の方からやられることもありますし、で実際50代60代ぐらいになると畳の上を歩いててもつまずくっていうことが起こってくるんです。それって足が上がってないんですね。なので足が上げたつもりでも上がってなくってつまずいて転んでみたいなことがあるんですけど、このフマネット運動をすると1週間2週間とかですかね、週1回とか週2回とかしてもらうといいんですけども、 2,3 週間ぐらいでつかつかつかっとその利用者さんが来られて、先生私はねこの運動はええと思うっておっしゃるんですね。でどうしてですかって言うと、私は畳の上を歩きよってつまずきよったんやけど、この運動し始めたらつまずかんようになった、これはいい運動だって言ってですね、言ってくださって、そうですよそうですよ、しっかり足上げて歩いてくださいねっていうふうにお話しするんですけど、やっぱり効果は結構出てくるんですね。なんかやっぱり1日5分この運動をしましょうとかってね、いろいろあったりしますけど、トレーニングってなってくるとね、たった1日5分でも結構思わずしんどかったりとか、ね、やらなくなっちゃったりするんですけど、そうゲーム感覚でね、みんなと笑いながらやるっていうと楽しみなイベントになりますもんね。なんかこう
行くのが苦じゃないというか。そうですね、うん、であとご近所さんに行く感覚なんですよ、うん、どこどこのセンターに行かないとなんとか、はいはい、あの交流所に行かないとできないじゃなくって、うん、本当にご近所さんの歩いて100メートル200メートルのところで集まってできるっていう、その身近なところで、うん、じゃあ今週やろうね来週やろうねっていうふうにできる、その感覚もとても大事だと思うんですね。このフマネット運動というのは今山口県で広まり始めているみたいな。これはですね、北海道教育大学にいらっしゃった先生が作られて、はいはい、北海道では全領域っていうんですか、全部されてるんですけど、なかなか北海道から広がらずに、うん、私が学会か何かの時にその活動を見せてもらって参加していいなと思って、それインストラクターの資格を取らないといけないんですよ、うん、でそれでインストラクターの資格を取って北海道から山口県に飛んで、うん、山口県で何か所か、あと九州の佐賀で何か所かされていて、うん、あのいい運動なんですけどなかなか広がらなくってですね、うん、そのインストラクターとか資格がいるっていうのがあって、うん、ちょっと広がりがあの難しいのかわからないんですけど、やってくださると皆さんこれは面白いねっていうふうに言ってくださいます。まずはその存在を、ね、もっと広く知ってもらえて、もう日本全体でこう、そうですね、広がっていくといいですよね。いいですね、はい、パワードバイタムラビルズ、マスタエリナ、LFB レディオ、ライフ応援委員会。やっぱりこれからね、介護がこう必要になる時期っていうのは、まあみんな自分かもしれないし自分の家族かもしれないし、やっぱりなかなかこう切り離せない問題だとは思うんですけれども、もし家族とかが介護に必要になった時とかっていうのはこうどう向き合えばいいというか、どう思われますか？先ほども少しお話ししましたけど、本当に長期戦になるんですね、うん、で保育と介護ってちょっとこう対比されるところがあるんですけども、保育って今から育っていくところにかかる労力なので希望があるし変化があるんですよね。あ、昨日できなかったのが今日こんなことができるようになったとか、あ、1ヶ月でこんなに違うんだなっていう変化があるんですけど、介護っていうのはこう終わっていく、縮んでいく視点 なのでポジティブになれないところがあるんですね。それで長期化しますし、最後は亡くなるという死に至りますので、そこへの責任っていうのもあるから長期戦になる、なかなか喜びを見出しづらくなる。だからこそ楽に楽しくできるようにしていかないといけないので、家族の中でも親戚も交えてチームを組むとか、あるいは社会サービスとして使えるものはどんどん使えばいいと思うんです、うん、なので医療機関とか社会福祉事業団とかそういったところとお話をされて、できるだけ抱え込まないように孤立しないようにしていくべきだと思います。ですね、本当やっぱり一人が背負っていいものではないっていうのは、ね、本当にお話を聞いていて思いました。あの田村さんは、まあ、こう企業としてこの介護現場とかに何かできそうだなと思うようなこと、まあ、住宅とかも ね、 そうですね、やっぱり切り離せない部分かなとは思うんですけれども、先生おっしゃるようにあの在宅医療在宅介護というのが、うん、あの主流になってくるんであれば、なおさらあのその住宅住まいというものが、うん、大切になってくるんだろうと。もちろんその、まあ、我々は田中先生と一緒に、うん、暖かい家、温度差 あのできるだけ少ない家を、まあ、健康との関係を、まあ、調べることをやりましたけども、うん、まあ、そういうことであったり、うん、まあ、介護はしやすいような、スロープをつけたり手すりがあったりと、うん、まあ、そういうのも含めてですね、介護がしやすいような、まあ、住まいと住まい方みたいなものは、うん、やっぱりあの一緒に勉強しながら研究していきたいというふうに思ってます。ちなみにあのちょっと先週から、ね、お話にあるその家庭内の温度差っていうのは実際に結果はもう出て、ね、そうですね、あの全国でも調査が進んでますし、はい、住宅の中の温度差が健康に与える影響というのがエビデンスもたくさん今あの生まれてますので、やっぱりそのあったかい、家、また温度差の少ない家というのが、まあ、予防につながると、いうことがあのだんだん分かり始めているところですね。じゃあそういった意味でもこう、うん、まあ、今から家を建て替えるっていうのはなかなかできないことがあるかもしれないですけど、うん、ちょっとした、そうですね、うん、あの窓ガラスにプチプチを貼るとか、うんうんうん、小さいそのヒーターをトイレに置くとか、うんうん、いろんなことはできようかと思いますけど、うん、
日本家屋ってあれですもんね、あの本当にいい面はいっぱいあるんですけど、うん、風通しがいいというか、そうですね、寒い構造、特にあの古いお家はね、縁側があって、まあ、ガラスがこう2枚ある、ね、外と内とあるにしても風が通の、ね、構造だから、どうしてもその温度差が生じやすい構造になってますよね。そうですね、あの一番寒いはずの北海道が冬 の、 あの、うん、高齢者の死亡率が一番低いというのが、うん、まあ、断熱がしっかりしている家が多いというのが、うん、まあ、あの特徴的かなというふうに思いますけどね。なるほど、まあ、でもそういったこともこう健康寿命を延ばすという意味ではね、うん、すごく興味深いお話だと思いました。岡野さんは今日こうお話伺っていかがでしたか。はい、そうですね、あの知らないことがやっぱり多いので、うん、知ることっていうのがすごいいい未来を作るスタートになるなっていうのは思いましたし、うん、先生みたいに、あの県立大学さんみたいにすごいことを、研究されて発信されてるのもあれば、企業もそうだし地域もそうなんで、そこがやっぱりこう山口その、ま、人口が減っていきながら高齢化が進んでいきながらっていう中で、一企業とか一学校じゃなくてやっぱ総合力で街を作っていくっていうのが、なんかあのいい未来が作れるんじゃないかなって感じました。そうですね、なんかその3つがこう本当につながって輪になったら、本当に山口県がどんどんこうまた発展していくというか、強い街になっていくんじゃないかなっていうのをね感じますね。あの今地域包括ケアっていうことがすごく言われてるんですけども、地域包括ケアのベースには住宅住まいっていうのが実はあるんですよ。でもその住まいっていうことに医療従事者社会福祉従事者っていうのが案外気づいてないんですね。なので住まいを整えるっていうのは本当にベースになるっていうことなので、とっても大事なあの視点だと思います。やっぱり、看護の方とか医療の方っていうのはやっぱりすごく重要なお仕事ですけど、他の社会とのつながりみたいなことをなかなかこう分断されてしまいがちというか、そうですね、あのどうしても個人情報保護っていう観点で、ご病気の方の情報とか病気のこととかを言うことができない、喋ることができないので、人とこう、ね、他業者というんでしょうかね、あの孤立してしまうし、どうしても3交代という交代勤務を余儀なくされるので、あ土日みんなと集まってご飯食べたいとかって言っても、私勤務なのよとか私夜勤入りなのよみたいなことで、どうしてもこう関われない職種になってくるんですね。その職種の特性がいろんなところからのこう示唆を得るとか刺激を受けるっていう環境をなんとなく遠くしてしまってるんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。でもきっとね、そこをまた田中さんが、うん、変えてくださるんじゃないかという期待を持って、ね、はい、さあ最後に、この番組はリスナーの皆様の素敵なライフを応援するというテーマにお送りしているんですけれども、田中さんからリスナーの皆さんを応援するとしたらどんな言葉をかけられますか。はい、Every cloud has a silver lining っていうのがあるんですね、はい、どの雲にも銀の裏地がついてるっていう訳で、人間の目から見ると曇り空でも、その裏側は太陽に照らされていて輝いてるっていう意味で、イギリスの詩人が言った言葉なんです。なので辛いことも多い、うまくいかないことがあっても、すぐ後ろには素晴らしい世界が待ってるってことだと思うので、どんな時でも希望を持って明るく過ごしていきましょうっていうことをお伝えしたいです。素晴らしい言葉ですね、本当にありがとうございました。パワードバイタムラビルズ、増田恵里奈、LFB レディオ、ライフ応援委員会。それではここで1曲お聴きください。田中さん、リクエスト曲は何にされますか。はい、大滝英一さんのさらばシベリア鉄道です。はい、あの学生時代仲のいい友達とこたつに入ってまったりしながらですね、なんかこの曲いいよねって、もう何回も聴いた曲なんです、うん、では改めて曲紹介お願いします。大滝英一さんでさらばシベリア鉄道。最後に田中さんからお知らせがありましたらよろしくお願いいたします。
はい、先週 PBL のお話をしましたけれども、うん、大学リーグ山口って言って山口県下の大学がグループを作って活動している中に PBL というのがございます。その PBL の発表会が2月16日に本学のキャンパスで行われます。でこれはコロナのことがあって対面が難しいんですけれども、あのネットとかから参加いただけますので、各大学、県内の各大学がどんな PBL をしているか、あるいは企業さんとどんなコラボレーションがあるかっていうのを見ていただく格好の機会となりますので、お時間あったらご参加いただきたいなと思います。ありがとうございます。さあそして岡野さん、番組からのお知らせをお願いします。はい、2月の17日金曜日、来週の金曜日ですね、13時からなんですけども、田村ビルズグループの超実践インターンシップを行います。学生さんですね、今日先生にもお越しいただいてますけれども、ぜひ県立大学の皆様にもぜひお越しいただければと思いますが、田村ビルズグループがどのような仕事をしているかだとか、そもそも仕事をするっていうのはどういうことだとか、最初の方ではですね、うちの社長も行って、話をする時間もありますんで、はい、ぜひ田村ビルズグループを知るきっかけ、もしくはその社会人仕事をするっていうのはどういうものなのかと、知るきっかけにもなるかもしれませんので、お越しいただければと思います。2月17日金曜日13時から18時、博多駅東、貸会議場エイムアテインにて、行いますので、詳しくはホームページの方をご確認ください。超実践ということですから、もうかなりリアルな田村ビルズの姿に触れることができるんですかね。そうですね、外に出ることはできませんけれども、テーブルの上でグループワークとして、そこを通してこのうちの授業を知っていただくような内容も、さまざまなプログラムを用意してますので、はい、ぜひたくさんの学生さんにご参加いただければと思います。さあということで、ゲストは山口県立大学学長の田中真紀子さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。またぜひお越しいただきて嬉しいです。喜んで、はい、ぜひまたお話しさせてください。ありがとうございます。ではこの時間のお相手は増田恵里奈と田村義之がお送りしました。岡野さんもありがとうございました。ありがとうございます。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。オールリビング、田村ビルズグループの提供でお送りしました。